こんにちは。私は先日コロナワクチン2回目の接種を、医療従事者の枠で受けてきました。1回目の時は左腕に打ったんですけれども、ちょっと痛くて腕があんまり上がらないとか、あとは1日2日ぐらいちょっと体のだるさがちょっと来ていたっていう感じだけだったんですけれども、2回目に関しては副反応の症状が出ましたので、私はちょっと20代なんですけれども、その一例といいますか、実際の副反応の状態がどういうものなのかっていうのを実際にちょっと動画を回して撮影をしてみました。でこの動画はこれからコロナワクチンを受けようと思っている方、受けようと思ってるけどどういう感じの副反応になるんだろうっていうのが、心配な方の一つの参考として見ていただければなと思いますので、ご覧ください。今日はコロナワクチン2回目の接種をしてきます。やってくぜ。2回目の接種打ってきました。ちょっと傷口はたまになんかズブンってこう感じる時はあるんですけど、今んとこ元気です。はい、接種から8時間が経過しました。1回目と同じ感じで、打った方の腕、左腕なんですけど、こっちがちょっと重たくてちょっと痛みがあるかなぐらいですね。なんか関節痛みたいな、なんか腕がこうきしむような痛みと、単純にこう打った場所がなんかこう痛いっていう感じですかね。その痛みは我慢できるぐらい？我慢できるね。打った時は痛かったんやったっけ？でもドスってこう毎回やられるから、なんか痛くないっていう人もたまにいるんだけど、私はなんか両方痛かったかな。明日どうなってるかまだ見てみてね。全然体調は元気です。夜中になってきて寒気と、あとは頭痛、震えが出てきて、なんかインフルエンザの時みたいな感じがします。今7度7分でだんだん体温が上がってきてますね。おはようございます。寒気と震えがすごくて、まだ8度ぐらい熱があって、解熱剤をさっき飲みました。左側と右側、頭、頭痛が結構ガンガンと激しめに来てる感じですね。薬がちょっと効いてきて、今が熱が7度2分ぐらいまで下がってきて、ちょっと楽になったのでご飯を食べようと思います。なんか体はめっちゃだるいんですけど、でも普通に食欲はある感じで、気持ちも普通に元気です。人によっては食欲ないのかな。いただきます。めっちゃカリカリ美味しい。一人だとね、ちゃんと準備しとかないと。皆さんもちゃんと水分合間合間にとって、飲むなら水とかの方がまだいいかも。こんな感じでスポーツ飲料とプリンとか、アンさんがいろいろ買ってきてくれました。冷凍庫入ってるけどアイスとかね。で結構やっぱ寝てる間は寝苦しいので、こういう熱さまシートとかあってもいいかもしれない。やっぱりひんやり冷たいだけでありがたい。薬飲んだ後とかは一気に寒気がなくなって、今度はね、熱感が半端じゃなく来るの。暑すぎて寝つけないから、脇の下とかね、首とか太ももの内側のところとか貼ってあげてもいいかもしれないです。こんにちは。ワクチン接種から約24時間が経過しました。熱を測ってみます。多分夜中とか朝方ほどの熱は今はなさそうなんですけど、でも頭痛と、あとは首のリンパの痛みが結構激しめに来てる感じですね。ちょっと頭動かしたりとかするとね、結構痛い。7度3分ですね、今は。熱少し上がってきたね。食欲どう？いつもよりはないかな。今はなんかあんまり固形物食べるっていう気がない。でもちゃんと水分補給はしようと思います。こんばんは。あれからゆっくり寝て、食欲がやっとこそまた出てきたので、ちょっと簡単に冷凍のうどんを使って、夕飯を作ったので食べます。すごい寝てたよね。もうやっぱちょっと体力だいぶ落ちちゃってたみたいなんですけど、今6度9分とかぐらいまで下がって
かなり体は楽になってきてます。ただやっぱ頭痛とかがちょっと残ってるんですけど、また寝て起きたらだいぶ良くなってるんじゃないのかなと思うので、普通に仕事はいけそうな気がしてます。結構がっつり寝ておりました。熱がまた8度近くまで上がってきてたので、私はちょっと長引くタイプの人なのかもしれないです。長い人は2日3日とか長引く人もいるって聞くからね。明日は無理せずっていうことで、また明日も少しゆっくり休みたいと思います。やっぱ薬飲んだらすごい楽になったね。そうだね。ただやっぱり薬が切れるとすぐ熱が上がってきちゃうので、効いてる間に寝ないと、もう熱上がってる時はもう皮膚も全身痛いし頭痛も激しくて、本当寝られる時にちゃんと寝ないとかなり体力が落ちちゃいますね。またもう少ししたらゆっくり休みたいと思います。おはようございます。夜あれから爆睡をしまして、めっちゃくちゃ体元気になりました。夜中までのあのまた熱が上がってきた時とはちょっと想像ができないぐらい、めっちゃ体普通に元気になりました。なんなら接種前より体力めっちゃ戻ってるかも。昨日ほとんど一日寝たきりだったからだと思うんですけれども、いや、 やっぱりあの一時的な体の反応なんでしょうね。今はもう超問題なくピンピンしております。まあそれでもゆっくり休んで少しずつ体力を回復させようかなと思います。イエイ。というわけで、私のコロナワクチン2回目の接種後の、まあ、副反応の様子をちょっと見ていただいたと思うんですけれども、結構やっぱり辛かったです。発熱中の時はもう全身が痛すぎて眠れないんですよね。でずっともうガチ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 って歯がもうあの震えるぐらい、おかんですよね、がすごすぎて全然眠れなくて、薬が効いたらもうすぐ寝るみたいな感じをずっとやってました。夫がいるのでいろいろ買ってきてもらったりっていうことはできたんですけれども、例えば一人暮らしの方だったりとかっていうのは、あの事前にやっぱり準備をしておかないと、あの熱が出て寝込んでる時にやっぱり外まで買いに行くのが相当きついと思うので、やっぱり前日とか、あるいはまあワクチン接種をしてその帰り道にはもう解熱剤だったりとか、あとは食べられそうなもの、まあ、ゼリーとかプリンとかそういったものをちょっともう事前に買い込んでおくっていうことは絶対にやっといた方がいいと思います。あとはまあスポーツ飲料とか、あの飲み物系とかもまあ買っておくというのは絶対にやっておくことをまあお勧めいたします。私はまあもうほとんどの副反応の症状は出たかなっていう感じなんですけれども、まあ、パッとやっぱり良くはなりました。3日目の日の朝にはもうバーンって結構元気にはなってたんですけれども、ただ2日間やっぱり8度の熱は続いてたので、やっぱり1日の終わりぐらいになると結構あの体力がね相当落ちちゃってるのか、グデーってやっぱりなっちゃってたので、まあ、次の日からもうすぐ仕事とかっていう方はもう無理せず夜はもうゆっくりすぐに休んで睡眠をしっかりとって体力をまあ少しでも早く戻すっていうことをまあ心がけた方が良いのかなと思います。コロナワクチンを受けるにあたって、受けるって決めててもあの不安に思ってる方っていらっしゃると思うんですよね。で私も結構やっぱり不安だったし、最初はうーんってやっぱりちょっと悩んだんですけれども、ワクチン接種を受ける前に職場の上司からアドバイスがあったんですけれども、ワクチン接種を受けに行くときはまあドーンとした気持ちであの行った方がいいと。っていうのは血管迷走神経反射っていうものがあって、一気にこう重度のストレスがガンってかかっちゃうとそれだけで失神しちゃうことってあるらしいんですよね。例えばもうコロナワクチンが怖すぎる怖すぎるってこうビビビりながら行っちゃうと、特にアナフィラキシーとかでもないのにその血管迷走神経反射によって失神をしてしまうってこともちょっともしかしたらあるかもしれないと。でその先生は実際にそういうことがあった方だったので、気持ち的なもので気持ち悪くなっちゃったりとかそういうことが出ちゃうこともあるので、だからもうドーンとした気持ちで行った方がいいですよっていうアドバイスを事前に受けたんですね。で私はそのおかげでドーンとした気持ちで、まあ、ドスって刺されたんですけど、まあ普通に正しい副反応が出て、まあ、今はこうやって元気にいますので、まあ、受けに行くときはもうどうせ行くんだったらもう行ってやらぐらいの感じのドーンとした気持ちでこうやって言ってもらった方がいいのかなと思うので、まあこれはもうあくまで任意なので、この動画はワクチンの接種を強要させるとかそういう意味ではないの で特にやっぱり20代って結構熱が出やすいっていう風にも言われてるので、まあまあまあと熱は出たんですけど一つの一例として見てもらえればと思いましたので、ちょっと動画を回してみました。
ってな感じで、まあ、ちょっとでも参考になったよとかと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で普段は浜田翔吾さんについてや大人アンさんは古本についての動画を上げてますので、よかったら見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。戦時中戦時中